学校で闘争の歴史があるわけですね。国旗形容、国家斉唱これをさせないという、特に日教祖が中心となって、学園で闘争がですね、行われてきたわけなんです。で、これどういうことかと言いますと、じゃ左翼がどういうふうに考えているかというと、日本の国旗というのは、白は戦争で死んだ人の骨の色、で、赤は戦争で死んだ人が流した血と、 だから骨と血っていうわけですよまあ私に言わしたらは <laughs> 誰がそんなこと言ったのっていうかちょっと頭おかしいんじゃないかなと思いますけども <laughs> 骨と血だってわけです。 つまりね、この戦争の名のもとに、か戦場に翻ってたわけですよ。そしてみんなね、天皇のために死ね、みたいに言われて、この旗を持って、そして戦っていってみんな死んだというわけですよね。ですから非常に邪悪な旗なんだってわけですよ。ですからこの日正期イコール戦争。日正期イコール天皇のために死ね。日正期イコール戦争で死んだ人々の屍そのものっていうイメージなわけですね。しかも日イコール戦争で死んだ人々の屍そのもの。 一正気を掲げて戦戦った正義義ののの争とというははこれは帝国主義の旗印なんだとそして天皇を支えるものであってそういう日本の一番この嫌な部分を象徴したものなんだとだから自分たちはこの帝国主義の戦争というものを支持しないし天皇を支えるような旗っていうのを全く支持しないしそもそもこんな屍のイメージ骨と血液こんなものをいいものとして扱えないのだ このように言っています。なんでそんなことを知ってるかというとですね、そういう本を私は読み漁ってるからです。要するにですね、敵方がどのように思ってるかを知らなくてはいけないので、その国旗国家、これ反対だと言ってる人たちが書いてる本は、入手可能な限り全部買って全部読みました。なので私は彼らが何て言ってるかというのを知ってるわけなんですけどもね。 私に言わしたら、じゃあ、広島長崎に原爆を落とした B29 は、どの旗を持ってたんだと言った。これはアメリカの正常機なわけですよ。みんなアメリカの兵隊はですね、アメリカの軍機とかもつけたりして、国旗つけたりとかしてるわけですから。そして、当然、伊予島が陥落して、そこに正常機が立ったわけで、東京の崖野原の中で、マーカーサー司令部に正常機が立ったわけで、彼らは正常機を持って戦ってるわけ でも彼らの戦い方っていうのは東京焼き尽くして10万人殺したりとかね広島長崎の原爆投下それ以外の68の都市がですね焼かれて民間人を皆殺しにしてるわけですよねそれは戦争になったら日本軍もアメリカ軍も旗立てて戦いますわ別にそれだけのことでで勝った側のアメリカの正常旗は正義の旗負けた側の日本の旗が何血と骨帝国主義いやいやアメリカの帝国主義はどうなるんだったの 話でだからね、結局、その左翼の方々はですね、そのアメリカとかイギリスは正義の旗だったわけですよ。中国の旗も正義の旗なわけです。それに対して日本の旗だけが帝国主義であって邪悪な旗で、血塗られた旗なわけ。なこと言ったらイギリスの旗なんてどんだけ血塗られてるんですもうめちゃくちゃですからね。だいたいフランス革命によってですね、どれだけのフランス人が殺されたか、文化大革命によってどれだけの中国人が殺されたか、アメリカの帝国主義で どれだけの人が苦しんだか、世界中に植民地を持ったイギリスは、あのイギリスの旗を持って、インドだろうがどこだろうが全部人々を奴隷にしてきたわけですよね。何を言ってんだって話ですよ。ところが日本はそういうことしてないわけですから。それを日本のね、旗だけが血塗られたで、あとは正義。チャーダンじゃないよ。もう世界の歴史もっと勉強した方がいいよね。それは戦争になったらね、旗はあるわけですよ。ただね、ほら、ドイツの場合は、 ナチスドイツの旗が当時ドイツの国旗だったわけで元に戻りましたよねもう国が転覆したからですよじゃあ日本は戦争に負けたのになぜこの日の丸が残ってるかといったらそれは簡単な話です国が解体されてないからですよ国が解体されてないから国旗 国も一緒、国家も一緒です。国語は大日本帝国っていうのからね、日本国っていうのに実質上変えさせられたっていうのはありますけども。だから、日本は戦争に負けたけども、国は継続してるわけですね。だから、別に国旗変える必要もないし、国家変える必要もないわけ。昭和天皇だって、そのまま昭和64年まで天皇でいらしたわけですからね。そしてそのお子様でいらしたのが現在の天皇陛下なわけですから、国家の連続性は続いてるわけですよね。だから、それはね、日本は、 精神的自由権っていうのがかなり広く認められてますからいいんです日本の国が嫌いだって結構それから日の丸が嫌い結構それはもう自由ですよ別にね日の丸のね白骨赤が血勝手にそう思ってろともう結構ですそれはねただ学校で先生がそれを子供達に植え付けるとしたらこれは問題ですよそれはその先生にとって嫌な経験なわけでしょ いいですよ。それを尊重してあげます。ただそれを子供たちに強要してはいけないわけですね。この日の丸とか国旗形容国家聖書を妨害してきたグループの中でですね、結構有名な先生がいるんですけども、その先生の手記を読んだんですけども、その先生は兵隊として練習をして訓練しているうちにですね、終戦を迎えたらしいんですけども、その先生の手記に何て書いてあったかっていうと、やっぱり訓練するときに日の丸とかが立ってるんですって。そして死んだ仲間たちは日の丸に車って送られてくるわけですよ。 それから傷ついた兵隊がまもなく息を引き,引き取るかっていう時にですねみんなで「君がよを歌えとかっていう風に言われたんですってそんな中で結局こんな理不尽でこんな変な戦争も「君がよそれから「日の丸」という美名のもで全部美化されてきたってわけですよね本当は自分の友人が息を引き取るっていう時にもっと別の歌を歌ってあげたかった。でも君ががよよを歌うこここととによってこんな恐ろしいことが全 全部美化されるるなんととと恐ろしいことかといこかうに言ってるわけでもそれも結構ですそういうふうに考えるのはでその彼にとっては「君が世を聞くと戦争を思い出す日の丸を見ると戦争を思い出す」「仲間が死んでいったそれを思い出す」「それはあなたの記憶ね」っていうことでそです。 こうです。ところがですね生徒子供たちは別に君がよ聞いたから戦場を思い出したりとかしないわけですよ例えばですよ恐怖体験っていうのありますよね例えばね戦場に行ったものっていくつかありますけども日の丸も戦場行ってますよねでもねサクマドロップも戦場に行ってるわけですよこれ兵隊さんたちが持ってるわけでサクマドロップを例えば自分が銃弾をダーンって受けた時にですよ目の前にサクマドロップの缶が落ちてたかもしれないそうするとその人はサクマドロップ 見たに撃たれれことを思い出すかもしれませんよですからその人にとってはサクマドロップというのは恐怖のものかもしれない思い出しちゃうかもしれないでも子供たちにいいかこのドロップはな邪悪なドロップなんだって教えますいやそれはあんたの個人的な経験なわけでそれをあまねく子供たちにね邪悪なドロップなんておかしいでしょそれ,それは戦場に日の丸があったそれを見ると戦争を思い出すその人の個人的経験なわけでそれは戦争には日の丸はあるでしょうよ サクマドロップもあるわけよそれだけの話なの <laughs> だからその人は日の丸嫌い結構いやでもそれはね国のね国 なわけだから、それを子供たちに邪悪な国旗だとかね、もしくは骨の色とか血の色とかさ、あんたはそう思ってんのを買ってたけど、なんで子供たちにそれを教えるんだって話だからそれは個人の体験、どう思ったって自由ですけども、それを子供たちに強要するのはどうなのかっていうことです。武田つにやすチャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました、えー。動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします。 え本家武田恒ねチャンネルでは毎週木曜日夜8時え、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、わかりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。